シェーン・ファイロン・シェーン・ファイランは、アイルランド人歌手、人気男性グループ、ウエストライフの一員、七人兄弟の一番末っ子。日本語では、シェーン・フィランと表記されることが多いが、発音的には、シェーン・ファイランである。ウエストライフが結成される前は、IOU というグループのメンバーであった。後にウエストライフのメンバーとなるキー・アン・イーガン、マーク・フィリーも IOU に所属していた。また、 キーアンのいとこと結婚しており、2005年7月23日に子供が生まれたアイルランドのスライゴで育ち、幼い頃は両親が経営しているカールトンカフェというダイナーでウェイターをしていた。2003年に閉店するが彼はこの店を買い、福屋にした。その福屋は彼の妻とその姉妹が経営しているマイケル・ジャクソンの大ファンでムーンウォークの練習をしていた。また、 ウエストライフのライブでも、マイケル・ジャクソンのメドレーを歌うほどである。ゴルフと乗馬が趣味で、彼とその家族は70頭の馬を所有している。また、競馬にも参戦している。妻にも馬をプレゼントしている。ウエストライフでは、マーク・フィリーと共にメインボーカルを務めることが多い。作詞もでき、ウエストライフの曲に提供している。また、元ウエストライフのメンバー、ブライアン・マック・ファーデンと共に歌詞を、 他のミュージシャンに提供したことがある。ウエストライフを解散させた後、2012年に自己破産し、長年夫婦の夢でもあった自宅を売り払っている。なお、彼のウエストライフ解散後にして初となる、ソロデビューアルバム、U&M e に収録されている楽曲には、その経験をもとに書かれたものが多数収録されていると、インタビューなどで語っている。なおデビューシングルとなる。 エブリシングツー目については自己発散して人生で一番落ち込んだ時期だった。そんな時妻がそれでもまだ私がいるし子供もいると言ってくれた。そんなことからこの歌はできたんだと語っているようにどの曲も非常にパーソナルな部分を盛り込んだアルバムになっている。元ウエストライフニッキーはシェーンこそがウエストライフのサウンドを作っていた。ラジオから流れてくれば みんな彼らとすぐに気づく。逆にソロで新しい音を作るのは難しいことだと思う。でも、個人的にはそんなことはどうでもいいけどねと語っている。2011年10月20日、ウエストライフは2012年のフェアウェルツアーを最後に別々の道を歩むことを発表した。シェーンはソロミュージックアーティストになることに強い関心を示し、最終的には ユニバーサルミュージックエンターテインメントグループの一員であるロンドンレコードと契約を結んだ2014年 u m メ、Me、2015年ライトヒア2 0 1 7年ラブ、オールウェイズ、ありがとうございます。